カネンさん、こんにちは。カネシセオトで皆さん、やっとバランス調整が行われました。まあ、あ2023年4月5日の16時頃、まあ、あ今日ですね、まあ、スイートソフィーとスイートマールの顔修正を実施させていただきましたと、タイヤが遅くなり大変申し訳ございませんでした、とのことなんですけども、まず、まあ、スイートソフィーに関して、まあ、この子はチャージショットによる高い打球ダメージと、チャージショットと低バウンドと、あと、まあ、この子ジャスト確定もありますからね、まあ、その、まあ、高い攻撃力により、まあ、勝率に影響を与えております。 おりましたとなのでカキが調整を行った箇所ですということで一つ目フロストブレッドに打球ダメージマイナス50%を追加何それこのオートスキルですねまあ普通になんか常時与えるダメージがマイナス50%になるよっていうだけですねちょっとややこしいですね だけ続いて二つ目。特殊状態中の急速アップで、スピンとスマッシュを対象外で変更ということで、あ、スピンの速度も下げちゃうんや。まあ、下げるというか、まあ、急速アップがなくなるっていう感じやねんけど、まあ、これは結構びっくりですね。やっぱりま、この子ほんまにね、チャージショットジャスト確定の低バウンド、も、ま、う、あ、レシーブほぼ確定で点取れるレベルのね、ものがあったんで、まあ、この他の修制はまじで的を得てるかなと思いますね。で、最後、転生固有スキル、コールドトレイルによる、特殊状態中の 低バウンド効果を、ポイント開始後は、1打球後から発動するように変更。うわ、もう今まさに言ったことですね。レシーブの時に確定で1点取るやつを、まあ、なくそうみたいな。まあ、このね、体力マイナス、あの、与えるダメージマイナス50%が追加されてることによって、体力が結構温存されるでしょなので結構走りやすいですと。で、走りやすいから、まあ、別に体力なくて追いつかへんっていうこともないし、スピンの速度も速くないし、低バウンドにもなってないから取りやすくしましたと。うわ、これ結構、 結構影響あるんじゃないまあ50、50%でてま、言うてね、ラケットとかで補える部分はあるかなと思うんやけど、まあ、そのふ、それ以外の2つの顔修正も、なかなかなものだと思いますんで、あ、結構いい感じかなと。まだ戦ってないから分からんけどね。 で、まぁ、あ、続いて、スイートマールですね。まあ、この子は広いスインゲニアによる高い補給力。いや、マジでそう。もうこの子ほんまにエリア広すぎてどんな球打っても取られるやん、みたいな。結構諦めモードになりつつあったんですけど、そこ変えられんのかなあと、キングスタイルによる高い状況対応能力。これがどういうものかっていうと、まあ、結構いろいろあるんやけどね。この SS 増加量移動速度上がったりとか、エリアが広がるとか、あと、ま、リーダーのタイプによっていろんな性能ゲットできるっていうのもあったりするんやけど、多分主にこれを言ってるんかなと思います。相手が 取得したアの個数によってまあこれ相手が空中無効なかったらまあア取ることになるんですけどもまあそれ相手が1個取ると不動2個取ると打球が低バウンド3つ取るとグッドがジャストに変化4個取ると打球がアウトしないで5個取ると一定確率でオンズラインになるそんな性能あったんや俺そこ知らんかったわ普通に多分まあ当時はあのこれ読んでたかなと思うんですけど忘れてましたねなるほどねでまあカキが調整を行った箇所ですということでまず1つ目ラッキーエイドによるスイングラー拡大を減少まさ まず、外書かなくていいと思うけど、普通にスインゲリア拡大減少でいい気がするけど。で、二つ目、特殊状態中のスインゲリア拡大と移動速度上昇を削除。あは、これめっちゃ狭められてるやん。ほんで、三つ目、きらまき、きらめきアンプリファイによる、えー、急速上昇を減少。あは、これめっちゃ下げられていってるよ。で、まだあんの幸せエクステンドによるスインゲリア拡大を減少。もういちいちこのね、タイトルみたいないらない気がしますけどね。で、まぁ、あ、王者の剣のスタミナ効果によるドリンク回復アイテムの回復量プラスセント削除。 あれ、そんなんあったっけさっき読んだわからんけど、まあ一応これが削除されましたと。あ、俺今、見に行ったからやな、多分。そういうことですね。だからもう本当はもうちょい性能は変えていたんや。ちょっとあの、はっつけときますね、前のやつ。まあこんな感じになっておりまして。それが、まあマイナス、えドリンク回復のプラス50%削除。で、王者の剣能のスピード効果による一部状態異常無効を削除。へえ、なるほどね。だからまあこれあれですね、リーダーがクレイ属性のスピードタイプやったら一部状態異常無効ってやつがあったんやけど、それがなくなったと。まあこれによって、 えどうなるんかな回る対面でもなんか回る同士で戦った時にそのあのアメちゃんってさ当たると SS ゲージダメージを受けるっていう感じになるんやけどその状態上向こうがあったら SS ゲージダメージ食らわないんですよなのでそれがなくなってこっていうことなんかなちょっと検証するかまあ、この子自身がスピードタイプなんで多分これで検証できると思うんやけどアメちゃんに当たってみると あ、特になんも受けへんわ。だから多分どっかで SS ゲージダメージ向こうがあるんやろね。で、まあ、スインゲリアに関してちょっと前の状態を持っていないから、ちょっとなんとも言えへんねんけど、ただまあ、ラケットとか持ってなくてこんぐらいのスインゲリア。まあ、バカみたいに広いわけではないよね。まあ、普通の、まあ、キャラと同じぐらいのスインゲリアっていう感じなんかな。いや、特殊状態にならないとちょっと分かれへんかもせえへんから、らちょっと SS だけ打つか。ただまあ、この子のこのカーブ SS 普通に強いからな、ね。これ見て早ないめっちゃ。まあ、ソフィー、え、いつからやったっけなんかまあ、ここ最近カーブエ スがね、まあ、こういう新速のカーブエッセに変わったりしたんやけどまあそれも結構強かったりはするままですねでしょただあれやなやっぱりスイングラー別にそんなめっちゃ広いわけではない気がするなまあ、ラケットとか靴でもねまあ主に靴だと思うんですけどそんなんで広げることもできるんやけど割と知れてたりするんですよほんでオンは強っ <laughs> <laughs> なので、まあまあ、防御力的には、まあちょっと下がったっていうのと、あと何やったっけ速度上昇。走りの速度がちょっと下がったみたいなのもあったんやったっけただま結構ね、キビキビ動くんですよね。まあ元からそうやねんけど。っていうか別に、走りの遅さに関しては、まあ課金してる方は持ってるね。あの人だけを持っていればですね。まああの、何の問題もなく使うことができるかなと思いますんで、以前まあその、その点に関してはね、あんまり変わらない可能性はあるんやけど、 ただまあ、スンゲリアが狭くなったのはシンプルに、まあ相手がね、失点する可能性を増やすことができるんで、そこはいいかなとは思いますね。 でまあ、次、ソフィーと戦っていこうと思うんですけど、その前にですね、この二人を持っている方に関しては、バランス調整チケットがね、アイテムボックスに入っているかなと思うんですけど、それで交換することができる、ガチャチケ10枚と星音確定ガチャチケット、どっちがいいかについて軽く話したいなと思います。まず、ガチャチケのメリットとしてはですね、最新のガチャを引くことができる、まあ、次もそうですし、まあ、次の次なんかもしかしたらコラボって言われていますから、まあ、あの、それ用に置いておくのも一つ、あと、ま、星5のキャラクターが2体以上出るっていうメリットもある、 ただ、まあもちろんね、0体っていう可能性とかもあったりするんで、そこはちょっとギャンブルやったりはするんやけど、まあまあそれがメリットデメリット。で、星を確定型チケットに関しては、星5のキャラクターが絶対1体は出るんやけども、別にいらんキャラクターが出る可能性もあるっていうのと、最新の引けない。あとまあ普通に星4のキャラクターが2体以上はゲットすることができないので、そこがデメリットって感じになっております。ラインナップに関してはですね、こんな感じになっているんですけど、まあ割と新しいのも入っているんやけど、古いのも結構入ってたりはするから、まあそれは自分の 手持ち次第かなと思う正直ねまああのほんまにあの皆さん次第だと思いますんで、まあ、僕やったら今回の場合はガチャチケ10枚かなっていう気はしますというわけで、まあ、次ソフィーと戦っていきたいと思いますまあもともとねこの月見やったらほとんど体力枯れなかったんですけどまあそれだと分かりにくいかななのでちょっとラインズマンサクラ使っていきたいなと思います、まあ、あの子ってねあの月見って結構体力回復するアイテム出すことができるんであとまあ恩座とかもいっぱい打てるし変な球も打つんで相手のまあ紋章を 潰しながら、まあ、結構得点できたんでもともと月見は割とね、まあ、この対面では使うことができたんやけど他のキャラでもいけるかですね。まあこの子もねある程度いけたんやけどやっぱりねもともとの状態だと体力枯れすぎて結構厳しい場面とかもあったんですよ。 だから、ちょうどよく勝てるようになってるんであれば結構嬉しい。ただ、ちょっと体力枯れてはいるんか。でもドリンク今取ってなかっただけから、ちょっと相手のダメージ量見るか。一応相手はこのアレスラケット使っていますんで、それによってダメージ量が、ま、ギガスループスよりも上がっているっていう感じですね。う74とか黒てるぞ、やっぱり。あ、でも 20? んこの子ってなんかその、2分の1の確率で、みたいなあったっけいや、74黒てたら結構普通にダメージ量大きめ ただ、ま、桜のバイバイシェイ打った時に体力回復したいとか、あと、ま、タヌキのね、まあ、あの、気分次第ではあるんですけど、リンク、なんか結構落としてくれますね。ま <laughs>、こんなんがあるんで、割と体力が枯れにくくなってるな。あと、ほんまにレシーブの時に低ワウンドじゃなくなったん、ガチででかいと思うわ。っとこれでワットキーの、はいはい、これで、でかい。はい、オンドナイス。 さあ、で、ドリンク取りますと。ああ、ま、でも今回ちょっとタヌキドリンク落としすぎな気がするけどな。<laughs> まあ、その具合にもよるかなと思うけど、あんまりそのアレスで体力めっちゃ枯らすっていう戦い方じゃなくなったかもせえへんね。うん。だって今何本受けてる俺 ?66。まあまあ、普通に食らってはいるんやけどな。<laughs> てか、相手の方が体力なんか結構枯れたりしてんのは多分ドリンク量のさ、わからんけど。あ、こんぐらいやったらラインズマンサクラ結構活躍しそうやな。 なんか最近のキャラクターって SS 打っても体力回復せえへんこと多いなんか俺そんなイメージが最近あるんやけどさまあそ,れのその点この子は SS だったら体力200回復しますからねまあそれで割と体力管理しやすいしあと SS 回転率も普通にいいんですよ今売ったばっかりやのにこんなにね SS ゲージあるんで割と高頻度で回復できるから 結構いけそうですね。前でこれ体力枯れてるのあれやな。アレスで GS 打ったら自分の体力の30%消費するってやつがあるから、それによって枯れてるだけって感じだね。特にこの子が、ラインズマサクラが体力枯らしてるの激しいってわけではないかなと。おぉ、返せるんか、マジか。よいしょ。これで一回、一回休憩して、はい、ドリンク取りの。で、空中向こうあるから、この雪だるま効かないと。よいしょ。で、これ普通に割りたい。わー、ミスったー取りたかったな。まあまあまあ、普通にあの、 体力、枯らし性能が、まあ、前、与えるダメージな、プラス50%がなくなったって結構、あの、大きいとは思うので、ほんまにちょうどいい感じの性能になったかもしれんい相手のドリンク回復量とか、あと、まあ、ま、桜みたいに SS 打った時に体力回復しないキャラクター相手だったら、ま、今まで通り枯らすことができるやろうし、まあ、ジャスト確定のチャージショット自体は、ま、普通に今でも強いかなと思うので。 まあ、ほんまに、ちょうどいい感じの加報かなって感じました。というわけで、また皆さんお会いしましょう。バイバイ。